今回はですね、こちら、プリウスアルファの方に、試乗してみたいと思います。プリウスアルファはですね、タイムズカープラスでまだ、日本で1台しか導入されていないんですけども、このプリウスアルファのあるこの御堂筋中央ステーションが6月29日で閉鎖されてしまうということで、プリウスアルファがね、どっか移動になればいいんですけど、もし移動にならなかったら、一生乗れないかもしれないので、今回は、その前に、一回乗っておきたいなと思って、プリウスアルファに試乗したいと思います。エンジンかけましょうか。エンジンはですね、ブレーキを押しながらスタートボタンを押します。カードを入れてください。はい、これで今エンジンがかかりました。非常に静かですね。はい、それではいろいろ内装を見ていきましょうか。はい、エアコンはですね、こちら真ん中3つっていうちょっと珍しい構造ですね。カーナビは、タイムズカープラスナビなんですけども、こっちは1個古い型のタイムズカープラスナビですね。プレミアム車ではちょっと珍しいんじゃないかなと思います。古いカーナビはね。こちらのエアコン、最初操作が分かんなかったんですけども、こっちでね、モードを切り替える、こうやって切り替えて操作する。温度の時はこうやって、風量の時はという感じで操作いたします。まあまあ広いといった感じですね。そしてステアリングなんですけども、まあ、一般車と同じような感じです。ステアリングのところにこちら音量とかね、切り替えるスイッチがあったりとか、こっちにはエアコンの、温度を調整するボタンなどがあります。そしてこちらですね、運転席と助手席の間のところなんですけども、このようにボコッと大きい肘掛けみたいなのがあります。こんな感じで、あ、両側からは開かないようになっているみたいですね。こっち側から開くような仕組みです。こっち5人乗りの車なので、この中には内蔵電池入ってないのかな。うん、そしてここにね、ドリンクホルダーがあって、ここに EV モード、エコモード、パワーモードの切り替えスイッチがあります。そして助手席側に、ETC カードを挿入するところがあります。カードを確認しました。有効期限2020年5月です。はい、運転席を操作するところですね。普通にこのようにミラーを調整するボタンとかありますけども、こちらは、ロックは運転席の鍵を閉めるとかかるのではなく、手動でこのようにかけるタイプになります。はい、ミラーはこんな感じですね。もう少し大きくてもいいかなと思うんですけど、そして三角窓がついてるんですけども、まあ、見にくくもなく見やすくもなく、まあ、普通の三角窓といった感じです。はい、そしてプリウスといえば、こちらシフトノブがですね、こんな、わかりますかね、全部ホームポジションに戻ってくるタイプ。まあ、ハイブリッド車では最近あるあるのシフトノブが採用されています。これ最初に採用したのプリウスかな？で、パーキングなんですけども、普通はシフトレバーについてるはずなんですけども、こちらボタンになってます。パーキングブレーキはこちらの、フットタイプになります。はい、そしてこちらが、中心のモニターになりますね。ちょっと LED なんで、画面おかしくなったりしますけども、まあ、ハイブリッド車といった感じの表示がいろいろされてますね。電池の表示だったりとか、インジケーターの表示だったりとかっていった感じですね。今だいぶエアコン使いっぱなしだったので、電池はほとんどない状態です。はい、こちら後部座席に来ています。今運転席を目いっぱい後ろに下げた状態で、この座席も後ろに下げてるんですけども、それでもまあ拳1個分ぐらいのスペースがあります。なのでこれドライビングポジションにちゃんとセットすれば相当広いですね。あっち側はもっとさらに広い状態なので、結構広々としている感じではあります。ただ後ろがこんな感じなんですけども、プリウスこちらは5人乗りなんですけども、同じね車体幅の7人乗りタイプだとちょっと後ろは厳しいかなといった感じですね。はい、あとこちらはですね、このようにティッシュが入るような場所が1個。おお、エンジンかかった。はい、こちら日よけはこんな感じです。それでは早速市内走ってみたいと思います。
え、これ着座位置上げれない感じか。だるいな。はい、それでは出発したいと思います。おお、ちょっと練習、これほんと初めて乗るんでちょっと練習。あ、でも運転してみるとちょっとステアリングが軽いですね。駐車パスカードで出場し、パスカードのお問い合わせ例にご注意ください。うんうんうん、あー、いいですね。ちょっと着座位置がちょっと微妙やけど。やばい、届かない。あっぶね。はい、今これ EV だけで走ってるんですけども、まあ結構静かですね。まあ、モーターの音だけが聞こえてくる感じで。ちなみに EV ボタンを押して EV 走行した場合でも、多分 4,50 キロとかね、思いっきりアクセルを踏んだ場合は自動でエンジンがかかるようになっています。静か。今エコモードがオンの状態なんですけど、ちょっと出だしが重い感じがしますね。やっぱりエコモードなんでちょっと絞ってる感じはありますね、エネルギーを使うの。はい、ちょっとエコモード切って運転してみます。
あ、出だし軽くなりましたね。ですね、エコモードね、同じハイブリッドのアクアだったらエコモードを使うとちょうどいい感じなんですよ。コンパクトカーなんで結構、アクセル踏むと急にグッて力がね、出てしまうことがあるんですけども、このプリウスちょっと重たいのでエコモードを使わないでちょうどいいぐらいですね。なんでアクアの時はエコモード使ってちょうどいい、軽やかな出だしになるけど、プリウスアルファの時は重たいからエコモード使わない方でちょうどいいといった感じですね。逆にエコモード使うとちょっともたもたしてしまうといった印象はあります。今度はちょっとパワーモードをオンにした状態でどのような出だしになるのかやってみたいと思います。おお、出だし少しだけあれですね、モーターとエンジンを両方使ってる感じですね。なんで、エンジンも結構うーっとうなる感じ。まもなく左方向です。そうですね、なんか 4WD みたいな4WD 乗ったことないけど、そんな感じでグッと押し出されるような印象を受けます。モーターとエンジンを本当に同時に使ってるといった感じかな。間違えた。おお、ここで止まるか。あ、もういつもただ街乗りでパワーモード使うのは逆に危ないかもしれないですね。こういった混んでるところは結構グッと行ってしまうことがあるので、やっぱ何も使わん方が一番いいかもしれないですね。はい、切る。ちなみにプリウス、というかプリウスというかハイブリッド車全体に関わるお話なんですけど、ブレーキを踏むと電池が充電される、いわゆる回生ブレーキが採用されています。回生ブレーキね、電車とかでよく採用されている方式なんですけども、ブレーキを踏むことによって減速する力をエネルギーに変えるといった感じですね。そのような仕組みが取られているので、ブレーキは、逆に利用した方がいいかなと。
言った感じですかね。なのでプリウスとかねハイブリッド車はブレーキパッドをあまり使わないといった感じですね。回生ブレーキでブレーキをかけますので、それでも効かない場合、強く踏み込んだ場合はブレーキパッドを使ってブレーキがかかるようになっているんですけども、ちょっとしたね軽いブレーキだったら全部回生ブレーキで収まってしまうので、特にねブレーキパッドが減るようなこともないといった感じですね。はい、ではここからはひたすら走っていきたいと思います。左方向です。
目的地までおよそ 8km です。16分ぐらいかかります。あら、そっち寝せの寝せの。
右方向です。はい、いかがでしたでしょうか。他にも試乗動画、多数アップする予定なので、ぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。